でもランボルギーニに初めて乗った時に、あ、僕はこの車を乗るために生まれてきたんだなって。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。日本って金持ちいるけど大金持ちいないよね。本当に少ない。柳井さんとかやっぱあのクラスにならないとみんな持たないじゃん、プライベートジェットって。そうですね。もうそれこそあの奥さんが生まれたで、もう早速お友達になられた、その生まれた間一番の大富豪の方いるじゃないですか、そういう人だったら持ってるの？どうなんだろうね、ちょっとわかんない、もしかしたらそこに興味はないのかもしれないし、僕の仲間でプライベートジェットを持ってる仲間は何人かいるけれども、いるんだけど、やっぱりそのプライベートジェットを持つことに対して違和感を感じてる人は誰も持ってないし、その持ってる人たちは誰も違和感を感じてないっていうか、プライベートジェットを持つとこういうことができるんですよっていうことをメリットを絶対喋るから、デメリット喋んないんだよね。だからデメリットだと思ってないんだろうね。でもそれを必要だと思ってない人からするとデメリットでしかないっていうか、維持費はとかそういうことを考えちゃいます、ね、だからそう考えてる人はそのメリットとデメリットのバランスで考えて、デメリットの方が多いっていう人は絶対に持たないし、意味がないって。想像つかねえな。でもなんか持ってる人たちの話を聞くと素敵だなって思うってことは、頑張らなきゃなって、それがまたモチベーションになるじゃん。そうですね、頑張ろうって思えるしさ。そうですね、そういう具体的なものにそれを手にするのにいくらかかるってなると、目標値ができると頑張るパワーが、まあ、そういう意味で湧いてきます。あとそこまでは頑張ろうかなと思えるじゃん、仕事をする理由がないと。単純に仕事だけうまくやっていきたいって言うんだったら、もうちょっと優雅に生活しようってなるじゃん、だけどある目標があるんだったらもうちょっと頑張ろうかなと思えるしね。そうですね。なんか僕ずっとなんだろうな、物欲がちょっと少なめなんですよ。でなんかそのお金を稼ぐその理由とか動向に対するものがもっとがっつけるものがあれば、よりまあ、ゲーム感覚でもビジネスを楽しめんだけどなっていうのをかちょいちょい思って、なんか意地でも こういう高級車が欲しいと なんかこういう不動産が欲しいとかっていうのをなんか思ったことがなくて。僕はあったけどね、僕はめちゃくちゃそれがあった。やっぱり一番二十歳で東京に出てきて最初に六本木に行った時に、当時の六本木は本当にオートサロンだなって思ったのを未だに覚えてる。未だにあの光景は忘れられない。もうちょうどあの今でいうドンキから、当時は、あの基地があったよね、今はリッツになったけど、今はなんだっけ、ミッドタウンかになったけど、もともと自衛隊の基地があったじゃん。あ、そこ基地だったの。そうで、あのあそこまでの間すごくて、車の路中が、であまりにもその路中が、路中で考えるとひどいんだけど、止まってる車全部高級車なんだよ。でランボルギーニ、フェラーリ、BM、ベンツ、まあたまにパガーニとかよくわかんない車とかもあって、何なの、何なんだろうここって。もうずわーって高級車が並んでるのを見た時に、
頑張ろう、頑張ろうって、自分も欲しい車が目の前にあるのに、自分が欲しいのに自分がまだこのレベルになってないことに対するストレスっていうか、まあ悔しさみたいなのが僕にはあって、当時頑張ろうって、うん、結構早々にその夢叶えちゃいましたよね、ラボクリニっていう意味で言うと。いや、でもそれ二十歳の時に思ったわけで、僕ランボルギーニ買ったの32とかだから、買えなかったわけじゃないけど、メンバーとの約束で買わなかったから、うん、だからランボルギーニ買ったの自体は32、うん、だから遅いよ、32か32じゃないな、34ぐらいかな、うん。でも、じゃあ車とか、あと学作だと時計とか。時計興味ない。ないんですか。全くない。めっちゃしてません、いつも買ってる。でもこれ安いよ。絶対見たことないですよね。安い安い。これはだって。例えば僕の周りにいる友達がね、ロジェだなんだって言ってるけど、僕はあんまり時計に興味がなくて、いかついのは確かにしてるけど、たくさんそんな量持ってないし。あ、そうなんですか。うん、なんかよくあ今日なんか違う時計してる、いかついなとかってよく思う。うん、だけどそこまで興味がない。興味ない、あの興味がないっていうのは、いわゆるまあ5、6千万するものから数億するような時計を何個も持ったりとか、じゃあそこにモチベーションがないって意味、そこにモチベーションを感じないし、その時計が欲しいかって言われたら、あんまりモチベーションを感じない、そのために頑張ろうと思えないかな、ブランドにも興味がない、あまり自分の体型に合うブランドがたまたまドルガバとアルマーニなだけで、たまたまそれは自分の体型に合ってるから着てるだけで、それじゃなくて別に構わない、体型に合えば。で、一番そういうこれを手にしたい的な、いわゆる強くに一回強いものっていうと、じゃあ車、昔はね、車、今はもう初めてランボルギーニに乗った時と乗る前の感覚って全然違ってて、それまでは僕はその自分のね、駐車場には車20台から30台並べて、でそこでこうワインを飲んだりするのが自分が一番幸せなんだろうなっていう想像と、でとにかく全部の車を買い揃えようっていう物欲がすごくあったんだよね。ところが初めてランボルギーニを乗った時に、それまでいろんな車に乗ってたんだけど、やっぱ満足できなくて、どの車も。でもランボルギーニに初めて乗った時に、あ、僕はこの車を乗るために生まれてきたんだなって思えるぐらい見つけた感があったんだよね。で、見つけた感があって、でその感覚も初めてだったから、もう他の車はいらないって、こいつだけでいいって思えたわけ。だからそこから全く他の車に対しての興味が、全くなくて、今はだから他の車欲しいとかもないし、物欲が車に対してなくなっちゃって、例えばランボルギーニの新しい車を乗ったら、あ、これ欲しいって思うかもしれないけれども、でも他のブランドの車を未だに乗りたいとは思わないし、それは、まあ、乗ったからだとは思うんだけど。なんかよく車となんかこう自分のパートナー女性とかを
を例えたりするじゃないですか、うん、今の全部自分その結婚する自分のパートナーを女性奥さんって例えたら言い換え直したらもうすごい女性からしたら嬉しい話です。そうだ、それまでは僕は何十人も必要だっていうそういう男だと思われてたしまあ実際にそうなんだろうなとも思うし、ただ僕はその車に対して自分の感覚がそういう感覚あったんだっていう発見でもあったから、だから女性もそういうああもうこの子だけでいいんだっていう子と出会えれば僕はそうなるんだろうなっていうのも感覚的に分かる。それを欲してたり探してたりとかはするんですか？ある。あるんですか？ある。へー。だから未だに例えばいろんな例えばほら女の子ってさカバンめちゃくちゃ持ったりするじゃん、はい、全くない僕そういうのも。このカバンってなったらそのカバンだけでいい。結構こだわりが強いから、例えば僕が自分の履く靴、自分の履くパンツ、靴はもう自分でデザインしてこれってなったらそれしか履かない。でそれの色違いを持ってるだけであって、うん、で基本的には他の靴履きたいとかっていうのもないし、たくさんいろんなブランドの靴集めたいとかもないし。飽きとかも来ないんですか？ない。周りがそれに対して似合ってないとかね、ダサいとかって言うかもしんないけど、どうぞどうぞって感じ、うん、お前らが別にそれを僕に対して何を言おうが別に僕は何も気にしないって、僕が好きなんだからってっていう話だから。家具もそう。家具は好きです。高い持ってないですけど、うん、だから家具も昔はいろんな家具が好きで、もうとにかくいろんな家具が欲しくて買いまくってたんだけど、うん、出会ってしまったから自分が。あ、もう究極のに出会ったんですか？出会った。それはソファーがあったんですか？もう やっぱそこのブランドのもの、まあ、全部じゃないよ、うん、全部じゃないけどやっぱここなんだなって。それはポルトローナフラウっていうブランドなんだけど、僕はもうそのフラウのソファーに出会った時にすごいって。めっちゃ高いですよね。めっちゃ高い。一人掛けでも200万とかでしょ？そうそうそう、そう、ね、だからもうなんかそれも目移りしなくなっちゃって、もうフラウがあったらいいって。それデザイン座り全部、うん、もちろん全てのフラウのソファーがいいとは言わない、うん、だけどそのフラウの中でも自分の好きなソファーがあっていくつかシリーズがあって、それに座った時の感覚、うん、やばい。なるほど。もうそれがあったら幸せ。でこんななんていうのたくさん椅子いらない。もう一脚そのソファーがあったら部屋の中に幸せ、毎日そのソファに座って生活したいって、うん、本当に思う。マレーシアの家とかもあんだけ広いとどのうちめっちゃソファーとか家具必要ですよ。何もない状態になっちゃいますね。なんだけど僕は基本的に家具が好きなのはたくさん人が来てその人たちが座ってるのを見るのが好きだから置いてるんだけど、でもやっぱり自分がその椅子に座って幸せかって感じるかっていうと、やっぱり自分の好みの椅子じゃないと幸せ感じないんだよ。でもフラウは座ってるだけで幸せ感じる。座ってる時間があっていう、うんうん、そこまでは出会ってないんだ。そっか。だって立ってる時間より座ってる時間の方が長いじゃん、はい、1日。そうですよね、うん、そしたらやっぱり自分がいいなと思うものに座りたくない？そうですね。
Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.